アンテッシュとは、韓国の政治家、研究者、医師、実業家。英語名は、チャールズ・アン。1995年にアンラボを創業する。その後政治の世界にも参入し、2014年3月に発足した新政治民主連合の共同代表や2016年2月に結成された国民の党共同代表を歴任し、2020年2月から、 国民の闘争裁を務めている。また、大韓民国大統領選挙にも2回出馬しており、2012年の大統領選挙では有力候補の一人とされつつも途中で出馬を、自体、2017年の大統領選挙ではともに民主党候補ムーンジェインに敗れ、第3位の得票率となった。軽症難動密用軍で生まれ、小学校から高校まで、釜山直轄市で過ごす。 1980年から1991年にかけてソウル大学校で医学の学位を取得。1990年1月から2月にかけての短期間九州大学医学部にも席を置いていたこともある。ソウル大学校病院、団国大学校病院に勤務していた時期に個人としてアンチウイルスソフトウェアを研究し、病院を退職後に起業したアンラボは、 韓国最大のコンピュータセキュリティ企業となる。1997年にペンシルベニア大学にて、ムズ、2008年に同大学、ウォートンスクールにて、MBA を取得。2005年にポスコの社外取締役、2010年に取締役会議長となる。その外にもソウル大学校融合科学技術、大学院委員長、アンラボ会長、また、 同社の社内ベンチャーとして発足し後に別法人となったノリタウンスタジオの会長も務める。2011年9月、ンが同年10月のソウル特別市市長補欠選挙に立候補するのではという期待が広がった。無所属である安は相次ぐ政治的腐敗の告発や政策的失敗によって主流派政党に不満を抱いている層から、 一定の支持を得ることができると予想された。案の政治的動機は2002年のロブゲンが先導したポピュリズムと近い。結局、案はソウル市長補選に出馬せず、希望政策所常任理事の僕厳順支持を表明した。10月26日に投票が行われた補選の結果、野党統一候補となった僕厳順が与党候補の羅教演を抑えて勝利した。 2012年12月に予定されている大統領選挙の候補者世論調査で、半奈良党のボクくねを抜いて首位に立ち、野党陣営の有力候補と目されていたが、本人自身は明確な回答を避けていた。しかし、2012年2月6日のアンテッシュ財団の設立記者会見で、我が社会の発展的変化で、どのような役割を果たせばいいのかを考えている。 政治もその一つになりうると発言し、一歩踏み込んだ発言をした。また、財団理事長に、古・金大中元大統領を側近で、平和民主党副総裁や、総裁権限代行を務めた、女性運動家の僕英宿未来フォーラム理事長を、選任したことも、政界から注目されている。3月27日、ソウル大学で行われた、講演会で、社会発展に、 一定の貢献ができるなら、政治に参加する意思があるとの考えを示し、前回よりさらに踏み込んだ発言をした。また、仮に政治に参加するとしても、保守陣営と進歩陣営、どちら一方の論理に頼らないことだけは確かだとし、セヌリ党や民主党合党といった、規制政党とは距離を置く立場も示した。2012年7月19日。 主要懸案に対する自身の立場を明らかにした著書を発表し、12月19日の大統領選挙への事実上の出馬意向を示した。9月19日、ソウルで記者会見を開き、正式に大統領選挙への出馬表明を行った。一方、最大野党である民主党は9月16日に文在寅を候補として選出しており、支持層が一部で重なっていることから、 候補者一本化の可能性が早くから取り沙汰されていたが、安自身は一本化については態度を明らかにしていなかった。しかし、11月6日に行われたムンジェインとの会談で候補者登録前までに候補者を一本化することで合意した。結局、一本化するための手法でムンジェインと折り合わなかったため、11月23日に出馬断念を発表した。 突然の出馬自体の背景には、既存政治家との違いをアピールする狙いと、今後の政治活動における基盤づくりを意識したものであるとの指摘がされた。出馬自体後、しばらくは明確な態度を示さなかったが、選挙戦中盤、ムンジェインを全面支援する立場を表明した。選挙後、しばらくアメリカに滞在していたが、二0 1年三月、四月末に行われる。 ソウルシア州玄区平選挙区国会議員再補選に出馬する意向を表明。4月24日に投票が行われた再補選の結果、与党、セヌギ党の候補に大差をつけて当選した。2017年の次期大統領選挙にラミ新党を結成する可能性も取り沙汰され、民主党の非主流派を巻き込んだ野党勢力再編の動きと合わせて注目が集まった。 当選後の5月13日には10月末に行われる国会減災補選に自身に近い人物を多数擁立させる方針を示し、同月22日には自身の政策シンクタンクとなる政策ネットワーク明日の結成を公式宣言した。明日について政策専門家だけではなく全ての市民に開かれた組織とすることや多くの市民団体と連携した活動を進めていく。 ことを明らかにし、理事長に任命された、蔡明秋衆高来大学校名誉教授は、新党結成に進むほかはないとして、新党結成について、規定事実化した発言をしている。6月19日に行われた、明日創立記念フォーラムで新党の政治的路線について、理事長の蔡明ら衆は、進歩的自由主義を提示し、中道左派に近い姿であることを明らかにした。 8月10日に行われた日本軍慰安婦歴史館の開館15周年記念式典における挨拶で日本政府に対して反省のない国は未来に進めないとして慰安婦への公式謝罪を求めた。2013年10月27日9月に入ると新党結成の際の足場となる明日の地方組織整備を全国的に進め独自勢力化に向けた作業を本格化させた。 そして同月16日、出演したニュース番組の中で、来年6月に行われる、統一地方選挙を前に新党を結成する、可能性が高いことを示した上で、他党からの政治家の参加も広く募ることを明らかにした。同月29日、民主党の強固な地盤である、湖南地域における、明日実行委員第一時名簿を発表。11月10日には、 全国合計で466名となる実行委員を追加で発表し、先に発表されたコナン地域実行委員も含め、実行委員は534名となった。10月11日、一部新聞は、安定州関係者の発言として、12月に、新党総統準備委員会を旗揚げ、来年2月から3月に新党を結成し、新党に参加する前、 現職名簿の公開という浸透結成の具体的なロードマップを報じた。しかし、安本人は12日、事実無根としてこれを否定した。そして11月28日、国会で行われた記者会見にて、古い枠ではこれ以上何も生み出すことができず、今後は新しい政治勢力が乗り出すしかないとの結論に達したとして、政治勢力の結集を表明し、 国民と共にする新政治推進委員会の発足を宣言。新党結成時期については具体的な言及はしなかったが、翌2014年6月に行われる統一地方選挙には責任を持って参加することを述べ、統一地方選挙前の結成に含みを持たせた。2014年1月21日、チェジュ島で行われた記者会見において2月に、 新党結成準備委員会を発足させ、3月に新党を結成することを表明。6月に行われる統一地方選挙では、ソウル市をはじめとする17の広域自治団体の市長選すべてに候補者を擁立することを明らかにした。27日、仮名称を新政治新党とし、2月4日から14日までの公募を経て最終的透明を 新政治連合に決定した。17日に行われた新政治連合の決闘発起人大会で、新党準備委員会の最高意思決定機関となる中央運営委員会の委員長に選出された。3月2日、民主党代表である金半ギルと共同で記者会見を行い、統一地方選挙前に民主党と新政治連合が統合して、新党を結成することで合意したことを表明。 同月16日に行われた、統合新党、新政治民主連合の総統発起人大会で、結成準備委員会の委員長に選出。同月26日の決闘大会にて、共同代表に選出されたことにより、昨年4月の補欠選挙から1年足らずで、最大野党の党首に就任した。しかし、 同年7月30日の国会議員再補選で、新政治連合が惨敗した責任を取って、金ハンギルと共に代表を辞任した。2015年6月、出演したラジオ番組において17年末に予定されている大統領選挙に出馬する意向を表明した。その後、新政治民主連合の支持率は低迷。案は、ムンジェイン代表の辞任と、新代表を選出する。 党大会の開催を要求したが受け入れられず、12月14日に離党を表明。新党を結成する意向を示した。2016年1月8日、新党の名称が国民の党であると発表する。2月2日、決闘大会を開き、戦勝敗とともに常任共同代表に就任する。同年4月に行われた第20代総選挙では、全打道で圧勝するなど、 国民の党を躍進に導き自身も再選を果たしたが6月には同党の国会議員や幹部が政治資金法違反で取り調べを受けた責任を取る形で代表を辞任した。2017年3月19日、最純実ゲート事件を起因とした疑惑による弾劾で僕クネが大統領を罷免されたことによって5月に繰り下げて行われることになった。 大統領選挙への出馬を公式に宣言した。全羅道を皮切りに行われた国民の党の予備選では他候補に大きく差をつけて連勝を重ね、3月30日に行われた第4、選で7割以上の得票を得て圧勝、累計得票率が66%以上となり、事実上の予備選勝利を固めることになった。また、支持率も上昇し、 30日の予備選直後の世論調査では最有力候補であるともに民主党のムンジェインに次ぐ2位となった。4月4日に行われた最後の予備選挙も含めた計7回の投票の結果、総得票数で75%を獲得して国民の党の正式な大統領候補に選出された。立候補に最新議員を辞職プログラマー出身で、 ベンチャー企業を大企業に成長させたという経歴を活かし、政府が支援して民間と企業が主導する第四次産業革命を掲げた。そのためには教育が重要として教育部を廃止して国家教育委員会で長期教育政策を行うこと、学生改変、老人になるまで国家が教育に責任を持つ障害、学習などを訴えた。 科学技術開発の支援も訴えた。また中小企業でも実力があれば大企業と戦って、勝てる公正な市場競争が必要として、公正取引委員会の改革を訴えた。また出馬前は THAAD に反対の意思を示していたが、出馬後は容認に転じた。テレビ討論では、その件について、正義党候補陳承から追及された、立候補直後に行われた。 世論調査では、保守層や中道層からも支持を得て、支持率を大幅に伸ばし、共に民主党の大統領候補に選出されたムンジェインに、大使誤差範囲内にまで迫る勢いを示した。また一部の世論調査ではムンジェインを抜いて、初めて1位を記録する結果も出た。しかして歴ビ討論が振るわなかったことなどにより、その後支持率は低下していった。 ムンジェインに引き離されるとともに自由韓国党候補、高順尺にも迫られた。5月9日の投票と、翌10日にかけての開票の結果、案の票は699万8342票にとどまり、1342万3800票を獲得したムンジェイン、785万2849票を獲得した高順尺に次ぐ3位に終わった。 前年の国会議員選挙では国民の党が共に民主党に圧勝した全羅党でも文在寅に大きく引き離されて大敗した。特別市、広域市、道のみならず市、軍、区単位でも案が一位となった自治体は全国で一つもなかった。案は国民の選択を謙虚に受け入れたい。変化の熱望に応えるには力があまりに足りなかった。 大韓民国が新たな大統領と共に未来に踏み出すことを望む。支持してくださった国民の皆さん、党員、党職者の皆さんにも感謝申し上げるという敗戦の弁を述べた。2017年8月27日に再び国民の党の代表となった。国民の党と正しい政党との統合を推進し、2018年2月13日に、 両党を統合した新党正しい未来党を結成するとその党員となった。2018年6月13日に行われた第7回全国同時地方選挙のソウル市長選挙に正しい未来党の公認候補として立候補したが、得票率19.5%にとどまり、当選したともに民主党の現職市長、僕厳重にダブルスコアの大差をつけられ、さらに、 二位の自由韓国党の金文明の後人を敗して三位となり惨敗した。2020年に入り正しい未来党が第21代総選挙を見越して民主平和党及び大安心党とそれぞれ行動する動きを見せ始めると安徹州は独自の道を模索して1月30日に正しい未来党を離党し2月23日に支持者と共に中央党決闘大会を開いて 国民の党の決闘を宣言した。2020年2月後半になってコロナウイルス感染患者が韓国で爆発的に増加すると医学博士でもあるアンテッシュは3月1日から政治活動を一時停止し医師の数が不足しているテグ公域市の病院へ赴いて医療活動に従事した。この行動は国民から支持され国民の党の政党支持率上昇につながった。 医療活動は3月15日まで続けられ、同日中に、安は2週間の自宅隔離を経た後に選挙活動を再開すると表明した。2020年4月15日、予定通りに第21代総選挙が実施され、安徹州率いる国民の党は3議席を獲得して国会第5党となった。ただし、安徹州本人は総選挙に立候補せず、 引き続き一般人のまま国民の党党首を務めることになった。また、アンテッシュが離党した正しい未来党は民政党として総選挙に臨んだ者の,の議席を一つも獲得することができなかった。2020年12月20日、自殺した僕現順前市長の補欠選挙として行われる2021年のソウル市長選挙へ出馬することを表明した。 記者会見で、アンは野党系の統一候補として立ち上がり、政権の暴走を止める権威者の役割を果たすと述べるなど、ムンジェイン政権との対決姿勢を強調した。しかし世論調査の結果を踏まえ、2021年3月23日に国民の力のクレヨ君が野党統一候補に選出された。2011年11月、自身が所有するアンナボの株式の半分を、 低所得層児童の教育のために寄付する意思があると表明した。案は同種式を37.1%所有しており、2011年12月9日の時点で寄付分の株価は2500億ウォンとなる。2012年1月にはアメリカを訪れ、事前基金運営に関して、ビル・ゲイツに意見を求めている。2012年2月6日、 アンテッシュ財団の設立記者会見を行った。ありがとうございます。